火の魚は、室生再生の短編小説である。群像1959年10月号に掲載、中央公論社から1960年に、刊行された同盟の短編小説集に収録された。室生の小説、水の哀れの表紙、金魚の魚宅の制作をめぐる、室生と想定家の土地より組子との物語である。2009年にテレビドラマ化された。 室尾再生の原作をもとに2009年に NHK 広島放送局が広島初ドラマとして制作し NHK 総合のふるさと発枠にて2009年7月24日の19時30分から20時23分に放送 NHK 武士にて同年10月14日の18時から18時53分に全国放送された平成21年度文化庁芸術祭 大賞や第36回放送文化基金賞優秀賞、第50回モンテカルロテレビ祭、ゴールドニンフ賞などを受賞した。視聴率は9.6%であった。NHK アーカイブスの番組公開ライブラリーで公開されるほか、2010年11月からは NHK オンデマンドでも配信された。ドラマ版から音声や音楽を修正し、 聴覚障害者対応日本語字幕及び視覚障害者対応音声ガイドが加えられたバリアフリー劇場版が2012年6月23日から広島バルト 11TJ 東広島岩国ニューセントラルにて上映された同年7月21日には DVD が発売されたキャッチコピーは人生ってのは自分が魚宅にされるまでの物語だである これまでに計13回放送された、すべて JST、ロケ地その他、ありがとうございます。